はい、皆さんこんにちは、竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。若干鼻声ですまんの、今めっちゃ鼻詰まっとんねで、今日は何をやろうかと思ったんですけれども、皆さんなんか手帳会議的なことっていつもどうやってますか？私は手帳会議ってなるとこういう風に書いてやることが多いんですけれども、中にはどうなんだろう、なんか iPad とかさ、そういうのでやったりとかさ、する人もいるのかな。デジタル系でね、なんかいろいろこういう組み合わせがいいんじゃないのかとか考えたりとかする人もいるんじゃないのかなと思うんですけれども、私はもっぱらですね、こちらの英語サイズのこちらですね、ニーモシネの方にいろいろ書いております。まあ、英語じゃなくても別にいいんだけれども、英語のねものだと、こう横にするとさ、ここにね、6穴パンチで穴開ければバイブルサイズのさシステム手順にポンって入るようになるので、だいたい私はこうやって横に書いて、ここに穴パンして手帳に入れるっていうね方法をとっております。で、昨日考えてたのが、そのどの手帳をね、外を持ち歩き用の手帳にしたらいいのかっていうことを考えておりまして、で、その中で、まあ、結論出したのが、英語のじゃなくて、新しいさ、システム手帳、昨日バイブルサイズのシステム手帳を買いましたって言ったじゃないですか。まだ届いてないけれども、その新しいシステム手帳の中に、こちらをね、こちらのニーモシネ、この新書変形のサイズですね。こちらの新書変形の、こちら5ミリ方眼形のニーモシネを入れて、プラス、この英語のにもしね持ってれば最強じゃないかっていうことにね、行き着きました。そう。で、このね、ミニのこのにもしねなんだけれども、早速ね、なんか買ってくれた方がいらして、そう、ありがたいんですけれども、このね、新書変形、この N の 177A っていうのが多分品番で、新書変形後ミニ方眼形っていうのが、商品名なんですけれども、こういう感じでね、すごい便利なものになっておりますので、ぜひぜひね、まだ、見たことない人もたくさんいると思うんですけれども、超おすすめのね、にもしねのノートになっておりますので、ぜひね、文房具店とかちょっと広めのね、文房具店とかにもしねの重機が入ってるところであれば、こういう新しい商品とかもね入ってると思うので、ぜひね見てみてください。そうで、手帳会議してたでしょ。で、そう、英語サイズとバイブルサイズの使い分けもなんかどうしようかなって思ってて、英語サイズはまああくまで家置き用だから、そのやっぱ何でも入る手帳として、例えばなんか、外出先でさもらったパンフレットとかレシートとか、あとなんかそういう紙物とかですね、をだんだん貼ったりとか、穴パンして貼っていく、挟んでいく、そういう手帳にしようかなと思ってて、バイブルサイズで基本的にスケジュール管理とか、そのなんかマンスリーウィークリー系ですね、そういう管理とかトゥードゥー系のやつとかやろうかなと今のところ思っております。一応もう英語のサイズはもう完全に家置きにして、バイブルサイズの今度リング系ちょっと大きめのやつね、そちらを外出用にすると。そう、まあ多分そうやってリング系の大きいバイブルサイズってなると、結局英語ぐらい重くなると思うんですけど、英語よりも重くなるかもな、なると思うんですけれども、ただまあ大きさがね、言っても英語よりバイブルの方が小さいので、バッグとかで悩む機会は減るんじゃないのかなと今のところ思っております。で、あとプラスでね、プロフィールブックっていうリフィルが8月13日にメモリストとコラボのリフィルが一般販売されるんですけれども、そちらをさ何枚かね書いておいて、ちょっとシステム手帳の中に入れておこうかなと思いまして、これ前ね、大阪の分子メッセの時に配ったサンプルなんですけれども、まあこういうこれよりもね、ちゃんと真面目にこうバーっていろんな書いといて、システム手帳の中に挟んどいて、たまにね、やっぱ東京とかこうやって歩いてるとさ、なんか声かけられたりするんですけれど、その時にさ、いつもさ、なんか何もせっかくさ声かけていただいたのに、何もねこっちから渡すものがなくって、ありがとうございますで終わりになっちゃってて、それがなんか
なんか寂しいなと思ってて、自分がなんかすぐ渡せるものとかないかなって考えた時に、このプロフィールブック最高なんじゃないのかなと思って、でこれまた新しくね、新しくっていうかまた改めて動画を作りたいなと思っているんですけれども、こういうふうにいろいろね、自分のことをね、いろいろ書けるものになっておりまして、で裏の方が、まあ、何もらって嬉しいもの、ギフト、アイ、エンジョイっていうことで、なんかそういうなんか物のやり取りみたいな話になってきちゃうんですけれども、これまあもらって嬉しいものっていうよりかは、まあピーって消して、自分が興味あるもの、こういうのが好きだよっていうのを色塗っても面白いと思うので、そういう形でね、ちょっと出会った人にね、なんか渡せればなと思って、その方が記念になるじゃないですか。いや普通にさ、時間がある時とかだったらさ、普通に付箋とかにさ、いろいろ書いてお渡しするってこともできるんだけれども、店の中とかさ、そういう時ってさ、結構なんていうの、その他の人もいるしね、なんかいろいろできないじゃん。なんでその時に手帳の中からパッてリフィルを取り出して、それだけお渡しできるだけでも、その日のね、なんか出会えた記念みたいになるのかなと思って、ちょっとこのプロフィールブックをね、プロフィールブックのリフィルを入れておこうかなと今考えております。で、あとはまあマンスリーと、あとプラスね、このハッピーログっていうのが何かっていうと、ウィークリーのさ、リフィルに今日あった嬉しかったこととか3つとかでもそんないいからさ、箇条書きでいいから、こうやって書いておくリフィルがあったらいいのかなと思って、今そういうのを考えております。まあ中身に関しては新しい手帳が来て、それでまたカスタマイズしていく中でいろいろ紹介したいと思うんですけれども、今とりあえず考えてるのはこの辺ですね。で今度ね、来る手帳なんですけれども、リング系は割と大きめのものになっております。皆さんどうですかね、何の手帳を私が買ったか。いやだけどね、それはなかなかね、ちょっと難しいと思う。この本当この手帳行くんだっていうね、意外性があると思うので、なかなかわからないと思うんですけれども、まあぶっちゃけね、今ロロマの 15mm のバイブルでしょ、入れてるでしょ。で今ここにね、手帳を用意していて、これが、こっちが 15mm、 これがアッシュフォードのストラーダの 19mm、 こっちがアッシュフォード、あ、じゃなくてこっちがオーセンの、20mm で、こっちがアッシュフォードのヘリテージの 25mm っていう風になってて、じゃあ一体ね、この 15mm リングの中で結構こうやってパンパンにね、今ほんとパンパンなんですよ、パンパンに入ってる、この 15mm リングの状態ではパンパンに入ってるこのリフィルたちを、じゃあ果たして 19mm とか25とか20に入れるとどんぐらいになるのかっていうのね、ちょっと今やりたいなと思っております。まあ、結構ね、やっぱり15と19っていうのはね、かなり違いますね。 4mm だけって思うかもしれないんですけれども、 4mm の差はね、かなりでかいですね。よいしょ、でちょっとね、やってみましょうか。最初はストラーダでやってみましょうね。あ、ただね、オーセンとかはね、20mm リングだから、普通にリフィル量とかも入るんだけれども、この構造上ね、いろいろこのバイブルだと B6 サイズのノートとかをさ、ここら辺に入れておくこともできるんですよ。なんでそう考えると、オーセンのね、何、そのリフィル以外のノート系とか閉じ手帳系の収納力みたいなのは、多分ね、オーセンはね、かなりぶっちぎれるぐらいのパンパンにできると思います。オーセンのバイブルサイズで調べてみると、え、これすごい、なんかめちゃくちゃ入ってるって思うね、ポストとかあると思うんですけど、投稿とかあると思うんですけれども、大体皆さんそのオーセンにリフィルも入れてるけど、そういう土地ノート、 B6 サイズのノート系も入れてるって人がね、結構多いんじゃないのかなと思います。じゃあ入れていきましょうかで、よいしょ。じゃあ最初はね、ストラーダからいきます。でぶっちゃけまあね、そのリング系はもちろん、そのリフィルをね、どんだけ入れられるかっていう直接的なね、関係はあるんですけれども、プラスさ、このシステム手帳本体の革の硬さ、ハード系なのかソフト系なのかにもめちゃくちゃね、何、そういう変わってきてきまして、例えばこういうね、ハード系の革だとそんなに入らないけども、多少しなるさ、ソフトな革とかだと、ちょっと無理してもね、リングっていうか、リング閉まるし、スナップボタンも止められるし、結構ベルトとかもね、スッて入るものになりますね。私の中ではね、ミニ6サイズになるんだけれど、ミニ6サイズのネオフィナードとかは、結構なんていうの、
皮がね、そんなめちゃくちゃハードな皮じゃなくて、多少こうしなりが生まれるので、結構こうどら焼きみたいなね形でスナップボタンを止められるんですよ。なんであの子は19ミリリング以上の役割を果たしてたんじゃないかなって思います。よいしょ。じゃあちょっと入れてみますね。今のところロロマさんの15ミリはこれパンパンな状態でね入っているんですけど、果たして19ミリに入れるとどうなるのかっていうところでちょっと入れていきたいなと思います。よいしょ。えいえい。なかなかね入れるのも難儀やね。よいしょよいしょよいしょ。はい、ではねストラーダに入ったわけなんですけれども、見てもう結構さ、この余裕があるの分かります？19ミリだとね本当にね結構入るので、なんでもしバイブルサイズでね、コンパクトに、できるだけまあコンパクトには持ち歩きたいんだけれども、リフィル量もそれなりに入れたいっていう人は19ミリとか20ミリぐらいがねちょうどいいんじゃないのかなって思います。24とか25ってなると本当に相当ね、やっぱガーもでかくなるので、なんで19ミリっていうのは本当に秀逸なねリング径じゃないのかなと思います。で今こうやって万年筆入れちゃってるから、あの万年筆をさここにさ刺してるとさ、結構ここでね幅取っちゃうから、止める時とかもさ結構グンってやんなきゃいけないんですけれども、別に万年筆とか入れてなければこんな風にね、まあ、かなりまだね余裕のよっちゃんするメイカみたいな感じでね、めちゃくちゃまだまだ余裕がありますので、なんでもしね15ミリからステップアップしてシステム手帳買いたいなって思ってる人は、まあ、いきなりね25とか行くのもいいんですけれども、結構その大きさがさリアルガチでさ、今これが15ね、これが15なんですけど、これが25なんで結構変わってしまうのよ。なんで15ミリでうまいことね活用していた人がいきなり多分25ミリってなっちゃうと、なんかリング径を持て余しちゃったりとか、あと中にはさもっとなんか入れなきゃとかさ、そういうなんていうの、ちゃんとこの大きめのリング径を活用しなきゃってしなきゃっていうね感じで、結構なんかあの焦っちゃう人とかもいると思うので、いきなりねなんかまあ25とか24とかにするんでなく、19ミリを間に挟んでみるっていうのもね、19ミリとか20ミリとかを間に挟んでみるっていうのも結構いい選択じゃないかなと思います。わかる？このさ15、19、25でさ全然違うでしょ、この背幅がさ。なのでね、なんか結構ねこの背幅がこんだけ違うとね、やっぱ持ち物としてリュックとかバッグの中に入れた時の感じ、重さ全然違ってくるので、まあ、特に重さはね、私の場合はリング径が大きければ大きいほどじゃんじゃん挟んじゃう人なので、全然こんなの普通に外出先に持って行かなくてもいいようなリフィルまで普通に挟んじゃう人なんで、そうやって考えるとね、もともと荷物が多い人がやっぱリング径大きめのものにねシステム手帳チェンジすると、やっぱその分ねまた重たくなるので、やっぱり間を取って19ミリっていうのはね結構いいサイズ、いいサイズっていうかいいリング径なんじゃないのかなと思います。で次ね、19ミリでこんだけね、まあ、15ミリに入れたら結構パンパンだったそのリフィルとかも19ミリに入れると結構余裕があります。じゃあ20ミリはどうかっていうと、ちょっと今からね入れていきたいなと思います。20ミリもね、まあ19と20ってまあ言うても1ミリしか変わんないから、そこまでね変化はないと思います。でこのねオーセンに関しては、リングがねクラウゼっていうところのリングになっておりまして、だいたいなんか、まあ、アッシュフォードだとワールドワイドが大きいのか多いと思うんですけれども、クラウゼのこのねリングの方はちょっとね高いんですよ。ちょっとっていうか結構高いんですよ。なんでその開閉した時のねこの音と、やっぱりこのここのねリングのこのさこれ同士の噛み合いみたいなやつが、多分クラウゼとかの方が、なんだろう、あんまり何噛み合いが悪いとかっていうのが ほとんどないですね。で私はどっちかっていうとクラウゼのリングの方が好きで、このね開閉した時のあのカッチャンパチンっていう音がね、私はクラウゼの音の方が好きなんで、結構これね、何て言うこの リングに関してはクラウゼファンなんですけれども、よいしょ。
ただいかんせんね、そうやってパーツがさ高くなることによってシステム手帳のさコストも上がってくるから、なんでね結構なんか高いやつとか、その例えばメーカーのなんだろう定番のモデル、これが代表モデルですみたいなやつは結構そのいいリングを使ってたりとかしますね。ブレイリオとかでもクラウゼ使ってるんじゃないか、どうなんだろう、忘れてしまったわ。よいしょ。で、よいしょ。まあ、ただね、今、ワールドワイドは多分倒産してしまったと思うんで、これからリング事情がどうなるんだろうね。ちょっと私はようわからんのですが。まあ、多少ね、今はもうさ、何につけてもさ、何においても、物価っていうかいろんなものがね、高くなってきてるから、システム手帳もね、例外なく値段は上がっていくと思うんですけれども、なんでもしね、皆さんも今の時点で今発売しているシステム手帳、その時点で欲しいやつがあったら、例えばそれがね、高いのだったらなおさらなんだけれども、今ゲットしておいた方がね、いいんじゃないのかなと思う。多分、これからきっと定番もそうだし、新しく出る商品はなおさらそうだと思うんですけれども、多分、今までのやつよりも、ちょっとね、ちょっとやっぱりね、値段が上乗せされてくると思うので、もしね、欲しいシステム手帳とかがあったら、ぜひね、今のうちゲットしてた方がいいんじゃないのかなと思います。で、今ね、オーセンにこうやって入れてみました。まあ、20ミリリング。まあ、さっきのね、19ミリとそんなに変わらないんですけれども、ただ、オーセンの場合はね、見て、マックスでこんだけ膨らむことができるんですよ。なんで、ここら辺、まあ、365デイズノートとか、なんか結構分厚めのノートとかもね、この中に入れることができるので、そのリフィルと一緒にノート系とかも使いたいなっていう人は、こういうオーセンとかのね、バイブルサイズとか使うと、めちゃくちゃ、いろいろ入るんじゃないかなと思います。で、こちらのね、ペンホルダーに関しても、こういう風に、サファリがすっぽりね、入るような、こちらの、本体のね、ペンホルダーになっているので、サファリもね、結構そのペンホルダーによっては入らないことが本当に多いので、これが入るっていうことは結構太軸のね、万年筆とかペンとかね、筆記具系全部ね、もろもろ入ると思われます。で、こんな感じですね。そう、オーセンはね、本当にね、まあ、バイブルサイズになると、やっぱりそれなりにね、大きさは出てきちゃうんですよ。結構その他のね、システム手帳と比べてみても、ちょっとね、やっぱりこっちの方が若干大きいの分かりますでしょうか。結構どの手帳と比べてもね、やっぱこうやってね、こうやって巻いて留めてるスナップボタン形式、巻いてスナップボタンっていうね、形式なので、やっぱりどうしてもこっちの方はちょっと大きく見えるし、っていうか実際大きいんですけれども、ただ、まあいっぱい入る。そのノートとか使うっていうことを考えたら、もうマジでこれはおすすめですね。で、オーセンはね、やっぱりね、一冊持ってるとほんと気分が上がるし、あとね、ほんとこれ何度も言ってるけど、私今までいろんなシステム手帳買ってきましたが、オーセンほどテンションが上がるシステム手帳ないですね。一番なんか箱から出した時の、うわーみたいな感じが、オーセンが一番大きいです。なんかその喜びとか感動はね。で、次ですね。次最後なんですけれども、こちらの、アシュフォードのヘリテージの 25mm リングですね。でかいね。この 25mm リングにちょっと入れていきたいなと思います。はい、ということで入れてみました。よいしょ。で、これが 25mm リングですね。まあ、見て。この余裕、シャクシャクな感じね。もうこんなんで、全然、もう 25mm リングってなると、ほんとね、ありえんほど入ります。ただな、このアシュフォードのこのヘリテージに関しては、そこまでね、この側の方が、そんななんか、しなる言うてもね、このぐらいなので、あんまりパンパンに詰めすぎると、多分、最初にね、このスナップボタンが止まらなくなるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ普通にね、入れようと思えば 25mm はね、結構たくさん入るよと。なんでやっぱり、一元化したい人とかですね、おすすめは。システム手帳のある一冊に全てを集約して一元化したいっていう人はやっぱ 25mm とかがあると 25mm のリング系とかだと割とね、快適に何システム手帳ライフを送れるんじゃないのかなと思います。19mm とか 20mm とかだとね、もしかすると、
やっぱり全部をね、その中に入れようってなると、結構す、まあ、月、まあ、その書く量にもよるけどね、書く量にもよるけれども、不要なリフィルはどん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 外していったりっていうの、メンテナンスみたいなのが、頻度がね、多くなると思うので、もしそのシステム手帳に1冊に一元化したいっていう人は、やっぱ25ミリ、まあ、英語サイズだったら、今だったらマックス30ミリっていう、英語サイズはね、英語サイズなら30ミリのシステム手帳も売ってるので、まあ、英語の30ミリってなるとね、本当に何でも入るので、すべてをね、そこに集約したいっていう人は英語サイズももちろんおすすめです。ただやっぱり英語の30ミリとかになると、もちろん、持ち歩いてね、いる人はいるんですけども、30ミリの英語サイズとか持ち歩いてる人はもちろんいらっしゃるけれども、結構ね、筋トレぐらいの重さになると思うので、なんでね、そういうのが OK だよって人は英語のね、30ミリとかもすごいおすすめです。今、英語で30ミリで出てるのは、すぐ手に入るものだと、ロロマの英語の30ミリか、あとブレイルのミネルバボックスの30ミリか、あとアシュフォードでもオンラインストア限定でシンプルラインっていう、システム手帳が30ミリリングで売っているので、ぜひぜひね、そちらも見てみてください。ということで、今日はですね、こちらの25ミリリングと20ミリリング、あと19ミリリングですね、いろいろ比べてみました。ちょっと今ね、この25ミリにこうやってね入ってる状態から、また15ミリに戻してみましょうか。どんだけね、その違うのかっていうね。25ミリは本当にね、めちゃくちゃ入るよね。わしも一回今入れてみてびっくりしたわ、改めて。こんなに余裕があるもんなのかと。結構見て。ほら、15ミリだとさ、もうここに余裕がないでしょ？よいしょ。ただやっぱりコンパクトにね、持ち歩くってなると、ほんとロロマのね、この15ミリとか、本当に秀逸なね、リング系だと思いまする。はい。というわけで、こんなね、結構ね、このね、リング系、さっき25ミリと比べると、やっぱちょっとね、やっぱリング系に5ミリ、10ミリか、10ミリって小さいから、そうなるとこんな風にね、見た目も全然変わってきますね。よいしょ。ということで、今日は15ミリと、19ミリのリング、20ミリリング、25ミリリングに同じね、内容物を入れたらどうなるかっていうね、比較をしてみました。まあね、システム手帳のリング系で迷っている人の参考にね、ちょっとでもなればなと思います。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日ね、お会いしましょう。バイチャー。